い、時刻は9時30分を回りました。そのような本当の輪のお時間でございます。ということでね、はい、この番組は FM 宜野湾からね、 FM 小沢同時放送でお届けしています。はい、ぜひぜひね、サイマル、放送ね、やってますので、スマホでお気軽にお聞きください。アプリリスラジ、マイチューナーレディオ、ダウンロードで聞けます。もちろんね、ホームページからもアクセスできますので、お便り等もね、うっそーみたいなお話あったら、ぜひぜひお便りね、くださいね。はい、そんなわけでね、今週も、ドクター水素ボトルの WO イーストの北条雅弘さんのおはようございます。はい、おはようございます、はい、いい日がやってきました。なんと先週、先々週とね、出ていただいたお二人にもう誘ってまた来てもらいました。まずはね、大阪から、はい、田中さんございます。よろしくお願いいたします。はい、田中秀樹さん、よろしくお願いします。はい、でもう一方はね、先週急に、お約束をいただきましたアニソン歌手のね、ホワイトハルさんです。どうぞおはようございます。おはようございます、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ本当にね、健康な、なんかキラキラしてますよね、このスタジオの中にね、あのなんて、あ、トゥインクルっていうんですか、なんかこうね、妖精みたいな、妖精みたいなこうね漂ってるようなイメージの中ね、キラキラして田中さんの笑顔も皆さん、はい、ぜひお見せしたいんですけど、今日のところはラジオですいませんみたいな感じですけどね。はい、そんなわけでね、本当にお二方が、ドクター水素ボトルにね出会って、うん、なんかこう変わったことだったりもそうなんですけど、あのお知り合いでね、うんうん、やっぱりあの僕自身もそうなんですけど、ほら、ぜひね、よかったら いいことあるかもよっていうレベルだったりするんでしょうけど、うんうん、出会った方のなんかエピソードあります、はい、あります、はいはい、あの私がもういろんな方にこれいいんだよとか、あのいろんな病気の、ね、予防になるよとかっていうことで、みんなをね、あの水素体験の、 あのセミナーにお連れしてたんですね、うんうん、そしたらそんなにハルさんが進めれるんだったら、ちょっとあの次のボーナスで買ってみるわって言って買った方がいるんですよ、うん、でその方からある日、買ってから2週間後ぐらいに連絡来て、あ、ハルさん、これってあの飛蚊症にも効くのって言われて、えって言って、うん、飛蚊症、なんか白い壁を見るとこう目にこうゴミがあるみたいな、うん、黒い点々がこうね、パラパラってこうカラスの足跡みたいなのがこう、ちょっと目がこう動くとその黒い点がね、糸くずみたいなのが何個も見えるとか。あ、知らなかった僕、うん、で右目両目で本当に10箇所10箇所ぐらい、うん、もう目にゴミみたいなのがあって、それは偉いことです、ね、そうなんですよね。でその方が飛蚊症が消え、あの初めてきたと、薄くなってきたって言ったんですよ、うんうん、でそれと同時にあの、結局整体に行ってたと、うん、整体 もう毎回毎回60分とかマッサージしてて、そう、もうすごい痛いのを我慢してやってたのに、あの指が入りやすくなったとか、そこがまた肩こりがすごいほぐれやすくなってきたので、肩こりにも効くのって言って聞いてきたんですね、うん、あなた飛蚊症だったの、肩がすごい凝ってたんだってするの知らなかったんですけど、もう買ってよかったってなってたので、いや教えてあげてよかったと思いました。へ、まあ、血流が良くなるんでね、血流良くなる、まあ、血管開くわけですから、それはね、はい、あの柔らかくなるに決まってるんですけど、す、ね、理屈で言えばだから多分飛蚊症も 目の毛細血管が短かったのが伸びて、血管からこう目のゴミとかそういうものをこう、うん、あの吸い取ってあの排泄できるようになったんじゃないかななんて私は勝手に思ってるんですけど、 あとね、表面膜の目のね、あの膜のところの表面傷ついたりとか、うん、そういうのもあの再生をね、自分の体ってできるようになってるんですけど、うん、それがめっちゃ早くなるわけです。あ、そうなんですね。飛蚊症なんかは放っておくとその網膜剥離の原因になるとも言われているので、うん、これ眼科の先生が言ってましたけどね、はい、だから怖いんですよって言って、うん、言ってましたけど、まあ、それが、ね、消えてくれたら嬉しい話で、教えてあげてよかったです、ね、気になるもんね、やっぱ黒いもんがちょろちょろいたらね、ねえ、はい、喜びだと思う。そうですよね。いや、僕ね、あの何回かねゲスト出ていただいた方でね、僕も含めてなんですけど、あの免許証の更新の時にね、はい、あの眼鏡が必要だったのがいらなくなったんですよ、うん、僕自身。はい、目にもすごく、ね、いいでしょうね。そうですね、やっぱり一番ね鼻から近いですからね、目はね、うん、
からやっぱり、うんうん、あの影響が出やすいです。そうですね、ちょっと細かいことですけど、私もさ健康診断で 0.7 ぐらいだったのが1になりました。おちょっと上がって、うん、よかったですね、はい、視力上がったみたい な、 いやなんか喜びがあります。じわじわと上がりそうなような、そうですね、しますよね、はい、私も乱視老眼なくなったしね、だから老眼はありがたいですよ、うん、もうスマホをこうね、うん、近くで見れなかったんです、ね、はい、もうイライラしちゃってもうこれところが水素吸うようになったら、あの本当にこう1メーターぐらい離して見てたのが、うん、今20センチぐらいの距離で普通に、だから3、40代の頃に戻ってしまったんで、はい、うん、何なのっていうね、本当に、そっかそっか、いや良かったですね、その方もね、はい、出会えてよかった、うん、はい、そんなわけでちょっと一旦 CM 入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当のはね、皆さん楽しんでいただいてるでしょうか。目にもねやっぱりうんと思いますしね、そういった体の痛みに血流が良くなるとうん、このねいい感じになってくる、わけなんですけども、はい、今週もね、ドクター水素ボトルの北条さんとね、アニソン歌手のホワイトハルさん、それから、大阪から田中秀樹さんお迎えしてますが、田中さんはあのねご自身のもうあの先々週本当に壮絶な、はい、ね、あの復活戦ではないですけど、そうですね、ね、はい、お元気になられて健常者の、皆さんと変わらないよってお医者さんびっくりさせた、はい、水素ですけど、あのちなみにご家族では田中さんだけですか？いえ、あの、うん、家族のもみんな吸ってるんですけども、うんうん、まあ、妻の母親にも吸わしております、うんうん、もうそれも2年ぐらい前からなんですけれども、吸い出してもう本当にあの元気で、うん、色つやも、おいくつぐらい、はい、90歳になりますね。おお、いいですね、はい、もうあの今一人暮らしてるんですけども、あの生き生きと、あの大阪のイメージだと、いや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 、あかんだあかんだあかんだ、そんな元気とはまた違う。そうですね、あの静かなんですけども、あの自分のやりたいことをヒョウ柄とか着たりしないですか？それはないですね。ライオンの T シャツとかちょっと90では怖いですね。まあでも元気なね、はい、そのイメージがちょっと伝わってくるんですけど、はい、どんなとこがなんでしょうね、ご自身変わったみたいなお話って聞いたことがありますか？まあ、直接そういうのはね聞いてないんですけど、見た目でもうあの元気だなということは、はい、あの感じるんで、まあそれだけで十分なのかなと。そうですね、はい、そうですよね、あのご長寿にもね、お嬢さんやっぱり何でしょう、まあ聞くというのは変かな、うん、まあまあ、 あの、ね、その生き物そのものが血流が良くなればね、みんな元気になるわけなので、そのそれぞれのね、あの機能が戻ってくるって言ったらいいんですかね。ああ、だから若返り的な、まあまあね、あんまり若返りっていう言葉は使っていいかどうか分かりませんけどね、でも生き物としてのその自分の機能がいいね、あの形に戻ってくるわけですから、本来のね、だからね、びっくりするのはよくあるんですけど、昔の癖が出るようになるんですよ。昔の癖だからえって思うんですよ、僕なんかもね、休みの日に横になってテレビ見てて、で CM になったからと思ってトイレ行こうと思って、パンって体で跳ね起きてただって2、3歩歩いて、よっこらしょってやってたのが、そう、ね、それがあれってこれってさって、30代ぐらいの時にやってたことだよねって、でも自分の癖だから体調がいいから出ちゃうわけですよ、うん、けどよくよく考えたら50のおっさん、50もう60近いおっさんがやることではないんですよ。体で跳ね起きるなんてね、はい、だそんなことが皆さんやっぱりね、よくよく考えてもらうとね、出るんですよ、昔の癖が。面白いですね、思い出してみたいですね、なんか出てるかもしれないですね、出てる、はい、で自分のことだから違和感を感じてないんですよ、うんうん、意外とあります、そういうの。そういう意味ではちょっとね、逆
の発想でいうとあるのがそのよっこらしょがなくなってきたんです要はそうですね、ね、普通に言ってましたからよっこいしょってね、もう60近いとって言うんじゃないですか、あーとか言いながらね、なんかわけのわかんない叫び声をぎっくり腰とか気をつけてね立ち上がらないとなんてね、思ってたけどピョンって立ち上げれますよ ね、 すぐね、あんまり意識しないですよね、そう、意識しない、うん、体がね柔らかくなるし、うん、はい、動きも良くなるから、うん、どうですか、あの春さんのは何か、はい、あのご自身であったりお友達であったり、またあお友達であったり、うんうん、あのこの水素ガスってあの付属です、あの真空のスプレーもついてますよね、でそれはあの私会社でみんなに使わせてたんですよ、あのいっぱいこう、まあ、そうですね、キャンペーン期間で、うん、あの真空のスプレーボトルをいっぱい買って、うん、水素水を入れて、うん、シュ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 顔にもいいよとか喉にもいいよとか言ってたんですけど、ある時あの手のひらに傷、猫ちゃんから引っかかれて、もう手のひらにちょっとね爪のね、なんていうのかな、まあ、肉がむけちゃったっていうか、赤い肉が見えちゃってて、その女性、うちの会社の ね、そうそうそう、あちょっと猫に引っかかれちゃって昨日の夜って言って、血はもう止まってるんだけど赤い肉が見えてるんですよ、皮膚がめくれちゃって、じゃあちょっとスプレーするからシュシュシュってやってあげて、で会社にいたもんだから、で40分後にまたちょっと何々さん来てって言ってシュシュして、で40分後にまたシュッシュして、そしたらまた会社の退社の時間になったので、まあ、シュッシュしてから 4,5 時間後で、私も定時になったんで帰りますねって言われて、あ、はるさんちょっとって言って、あの皮膚がくっつきましたって言ったんですよ、すげえ、傷口がくっついちゃったの、へえ、あこれでお風呂染みなくなったね、よかったねって言って、その日帰っていったんですけど、その方は、うん、あの水素がどうという説明を、うん、受けたっていうか、まあ、お肌にいいよとか、私シュ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 、ね、顔にしてあげてたんですよ、もう何の薬会社でって感じじゃないですかそうそうそう、まあ、いいからちょっと手貸してって言って、かけるとねツルツルになるからね、そもそもうちの皮膚がちょっと再生に近くなるというかね、うもうベストな状態に近くなるので、はい、傷口くっつきましたそれ本当の話ですね、このね、うん、さんドクター水素ボトルだからこそがあって、うん、結構あの水素水とかね、うん、売ってたりとかあるかもしれないですけど、はい、これやっぱり濃度ですかね、濃度が低いとそんなことは起こらないです ね、うちの水素は濃度があの飽和状態までだいたい5分でいってしまうので、うん、それを使ってこう手を洗ったりお顔を洗ったりすると、うん、もう一瞬でツルツルですもんね、うん、まあ、皆さん持ってるから、ね、はい、使用者の人はあの当たり前のことなんですけど、うん、一般の人から見たらもうギャーだのワーだの大騒ぎになるんですよ前ね芦屋でやった時にね、もうこれでね、あの有名な化粧品をね、ちょっと名前出さないといいんですけど、使わんでええわって言ってね芦屋でね、そうそうそう、大阪で1本3万円とかの化粧品使ってるおばちゃんたちがもういらんわって言って言うことありましたよまずはまあお肌を整えるには、あの超高濃度の水素ガスがまず最初にやるのがおすすめです、うん、ね、使ってますので私も、はい、あとね髪の毛の質が全然変わってしまうんでね、あの絶対になりますからね、はい、ぜひねスキンケアにも取り入れてもらいたいなと思ってます、ね、美容すごくいいですよ、もうよう伸びるんですよ、私あの、だいぶ前沖縄の人って結構毛深い人が多くて、鼻毛がよう伸びるっていう話もある僕もね髪の毛伸びるからこんなもう2ミリにしてって言ってから、もうしょっちゅうね床屋行くのもって言ったら血管開くんでしょう ね、爪も早いですよ、あそっか、ね、ね、しょっちゅう爪切れるんですよそれはありますね、爪早いかもしれないですね、生き物として元気になってるからしょうがないですけど ね、爪は伸びますね、俺はめんどくさいけど、はい、そっか、いや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 、ちょっとねさらにね、あの春さんちょっと重症だったかなってお友達とかいるかな、一旦ね CM の後また聞いてみたいと思います。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当の話でもなんかねめめめしてくるぐらいのいろいろ出てくるんですけれども、だからね
皆さん落ち着きましょう。私自身もね、やっぱりその血流が良くなることによって、あ、そうだよね、うん、全身も普段の生活ではね、その血流って見ることがないと思うんですけど、それをこうね、体験会みたいなのを来ていただくと、ご自身の血流が見れてしまう特別な機器があります。はい、それで確かめていただくと、意外とね、指先なんかね、毛細血管が全く動いてない方だったりね、うん、びっくりするような状態が、水素の、カニューレと言いますね、管をちょっと鼻に添えるだけなんです、両鼻にね、うん、なんかガスキュインって言うとみんな恐ろしいとか言うと、全然ね、ガスって言えばガスじゃないんですよね、うん、あの家庭用コンロとか違うからね、皆さんね、はい、そんなわけでね、はい、お届けしております、そのような本当のは後半もどうでしょうかね。はい、東京からお越しの、アニソン歌手ホワイトハルさん、はい、エピソードいっぱいありそう、いっぱいあります、はい、はい、ちょっとあります、はい、どうぞ。ですね、例えばうちの会社に面接に来た中国人の方がいて、でその女性がもう面接には来たんだけども、頭が痛い痛いって言ってすごく痛そうで、明日病院に行くなんて言いながら面接に来たんですね。じゃあちょっとうちの会社から、あの北条さんの、北条社長の会社が近いので、ちょっと行ってみますって、体験しに行ってみますかって言って、行きますって言って、で、まあ、30分から1時間以内ぐらい水素ガス吸ってたんですね、会社で。そしたら、あ、痛いのなくなったって言ってすぐ買うって言って、初対面だったんですよね、その人。初対面ですね、人の紹介で来たんですけども、うん、そしたら行こうつって、行こうって言って、いや、それがいい、また、いや、でもそれもだって、もしね、本当に脳梗塞とか、明日病院行くって言ってたけど、その明日に間に合わなかったら、ね、今すぐ血流良くしておいた方がいいんじゃないかと思って、そういう行動力の、ね、ある人って素敵ですよね。時間があるなら行きませんかって言ったんですよ、うん、はい、よかった、うん、でそすぐ買って、もう痛いの全然なくなっちゃったから、うん、もう次の日からそれ吸ってて、うん、あの病院行ってないっていう健康に、あの今仕事をされてます。はい、いっぱいありますよね、うん、僕ね、はい、病院行きそびれちゃったみたいな、いっぱいあります、行こうと思ってたら予約してたけどみたいな、ね、そうなんですよね、いますよね、はい、なんかちょっと更年期障害かもしれないなんていう、あの社長さんがいて、うん、でその方にも、いや、まずはあの血流を治してから、うんうんうん、がいいよっていうことで体験でおすすめしてる方もいますし、うん、はい、やっぱりね、いろんな病気の予防になると思うので、うん、本当に多くの方にね、知ってほしいなと思ってます。そうですね、はい、どうでしょう、田中さんもやっぱり同じお気持ちですか。そうです ね、はい、やっぱりご自身のね、もう聞くだけやばい、もうご自身がそんなに20日間もね、はい、昏睡状態にあった、ね、そうです今笑顔で、ね、素晴らしい。やっぱり何でしょう、僕毎回のようにね感じてるんですけど、本当しつこいようですけど、その出会う、うん、一歩だけちょんとこう踏み出してみて、うん、出会ってみたら、はい、こんなに人生変わるのにっていうのが毎週毎週ね、うん、放送のたんびにやっぱり思ったりしてます、はい、他にはどうですか。他にはですかそうですね、あとはですね、はい、あと最近あのお買いになられた方で、あの70歳の女性の方がいて、うん、でその方が、結構ね、足にあの20万とか60万とかするような、あの数じゃないですけど、なんかそのブレスレットみたいなもの足につけてあったんですね、アンクレット、うんうん、でこれちょっとむくみとか、その静脈をどうするとかっていうので健康にいいかなって言って使ってた、時期みたいな、私これ買って使ってるのって言ってたんですけど、それも使って、まあ1年2年使ってるような感じですよね。それでちょっと良くなってるなんて言ってたけど、で水素ガス吸い出したらなんかしこりがあったらしいんですよ、足に。それがすっきりしちゃって、でこの前私に店にいらして、うん、こう足見てよ、すっきりしちゃったのよ、あのなんかコブがあったんだけど、それがすっきりなくなっちゃった、うん、水素吸ったらって、気に入ってもう毎朝吸われてます。はい、そんなコブというか、あれ、あの何でしたっけ、はい、土屋さんってお友達なんでしたっけ、あの春さんの。あ、そうですね、はい、うん、そうそう、お仕事仲間、ね、あ、仕事仲間、はい、でうちの会社にね、2週間ぐらい前に来られたんですよ、うんうん、それでね、北条さん、とんでもないことが起こったんですって言うから、何何って言って言ったら、聞いたら、その方ってもう4歳の時から心臓に穴が開いていて、何ミリかのこう穴が開いてるんですよ。で上流、あの静脈と動脈がこう混ざってしまうっていう病気だったんですね。で
もう本当にあの4歳の時から年間3回か4回は精密検査を受けてコントロールしてきて、もう50代、うんうん、そうですね、50代まで生きてこられた方なんですけど、まあ、水素結構ベテランなんですけどね、吸っていただいてるんですけど、その壁に開いていた穴が塞がってしまったって言い出して、いやいやいや、行きましょうか、せーの、嘘っていう、塞がるんですね、塞がっちゃったらしいんですよ。これで病院中大騒ぎになって、うん、いろんな角度で調べたんですけど、うん、やっぱり塞がったままらしいなんですよ。だって、ね、素人なんで逆に言えちゃうんですけど、あの縫ったりどうこうできるあれじゃないわけですからね、うん、できない。だから、ね、できたらとっくにやってるわけですけど、うんね、それができずにずっと観察をし続けてきたのに亡くなってしまって、医者がもうどう探しても出てこないって言うんですよ、うん、この穴が。だから体調めちゃくちゃいいわけですよ、ご本人も。奇跡ですね。だこれもやっぱりね、だからミトコンドリアの中 の, あの代謝がね、うん、ATP っていう代謝が良くなると、うんはい、心臓の筋肉がさあの生成されたりとかっていうことは起こるので、はい、可能性としてはそういう話なんですけど、うん、何が起こったか分かんないけどそのそういうことが起こったみたいです。なんか何でしょう、再生機能がね、体の本来ある姿に戻る過程において、だから開いてちゃ異常なわけですから、うん、閉じてて普通なんだ、だから普通になっていったんですね。だって血が汚れちゃうわけですから、綺麗な血と汚れた血が混じるわけですからね、うん、あれ偉いことなわけですよ。ですよね。それはやっぱり水素によって、だからよく言うじゃないですか、水素が良くするんじゃなくて、ね、血管をこう開かせてから、こういう開かせ開いた、素敵な血管ちゃんに、新鮮な素晴らしい血液ちゃんが流れ出すから閉じてったんでしょうね。そうですね、まあ、活性酸素もなくなった、まあ、綺麗な、で本来のその姿、うん、一番いい状態に戻せるっていうのがその人間の体のすごいところでね、自然治癒力が働いたってことですね。なるほどね。なんかね、はい、今もあの春さんや田中さんのねお話聞いて、やっぱりおばあちゃんね、北条さんにしてもお母さん、やっぱりお年を召した方ってのんびりしてると我々もねお年を召しちゃうので、うなんかやっぱりねおっしゃるところ予防というか、はい、ね、やっぱりそういう事例が本当に本当にいっぱいあると思う。気づかないうちに老化しますからね。そうですよね。ね、あっという間に10年とか経ちますからね。恐ろしいって言ってね、うん、この前まで20代だったはずなんですけど、うん、ですよこんなことになって、ね、こんなみたいもういいおじさんになっているという、うん、でもね、そのやっぱり水素吸ってると元気になるので、うん、そうですね、なんかこうね、はい、バリバリ働けちゃってるから何とも思わないっていうところもあるんですよ。疲れなくなります。本当ですよ ね, ね20年前、はい、あの高円寺っていうね、あの、はい、まあまあ、あの学生街みたいなところでね、うん、本当に飲み倒してたんですけど、よくよく見ると今あんまりそのこと変わってないよね、変わってないですよ、ね、もう若いまま、はい、言い過ぎてたらごめんなさいみたいな、ね、いや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 、ね、皆さん ね, ねいやいや本当に愉快でね、話題は尽きないところなんですが、やっぱり、うん、なかなかね、うん、理解がどうってあるかも分からないですけど、まあ変なね先入観取っ払って、体が私も全てだと思います。これね、年取ってきて正直思います、ね、ラジオを聴きの皆さんもひょっとするとね、いや痛いしよ、辛いしねってちょっと沖縄のねこうイントネーションなんですけど、いやこれじゃ、ま、やばいよこのままじゃっていう方ね、僕いて普通だと思うんですよ、高齢化社会に。おすすめしたいですね。最後の一言ずつ、原さんどうぞどうぞ、はい、うん、まあいろいろなあの、まあ、昼間ね、あの外交員でね仕事もしてますけれども、やっぱりそれもあの内容がいいから、内容が本物だからこそ、あの保険もそうですし水素もそうですし、うん、あの嫌われてもいいから、とにかくあの伝え続けていこうっていう気持ちがあります。ぜひみんな耳を、ね、はい、傾けてください。ありがとうございます。田中さん一言、まあ、本当はあの健康のためにですね、吸い続けていただく方がいいかなと思うんで、もしあの機会があったらですね、ぜひ体験していっていただけたらと思います。はい、ねえ、嘘のような本当のは、そろそろねエンディングを迎えなければいけなくなりましたが、ね、永遠の健康、ね、北条さん、まあ、あの皆さん、ね、
ぐよく今週も楽しい、ね、素敵な話題エピソードありがとうございました。ドクター水素ボトルの北条さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ゲストにいらしていただいた、春さんと、ね、田中さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、またいつの日か皆さんもお元気で失礼します。